姉ちゃん、これ何の音?いや、後ろ。なんで風が生暖かいんでしょうか? マジビビった。来るよ。俺を食ったって美味しくないぞ。そうよ、ランだけは絶対美味しくないわ。きっと吐きそうになるのです。なんかひどくない?
なんとかなった。今のうちに抜けてしまうのです。あ、そうだな。 あの二人が起点となり、アプリカントが次々と目覚めている。青の予言の通り、ということか。しかし、セイバーが何人生まれようと、世界の断りは何も変わらぬ。断りを変えることができるのは、まことなる王の力のみ。赤き予言の成就。セクトしよう。異論はないな。ええ。